西東京ラーメンクラブ。よし、西東京ラーメンクラブ、どうぞ。鈴木です。はい、ということで本日の企画は、本日はなんとラジグルマン第8番。おー、結構やってますね。でね、はい、この見てください、ご覧ください、この雄大な景色を。なんとこちら、うん、東京都小金井市小金井公園にお届けします。あの、取り付くんでね、一番広いとこですね。あ、そうですね、うん、ここ小さい頃から、うん、お世話になってる、まあ、いわば地元にね、本日は訪れているんですが、はい、紹介するお店なんですけども、本日は、一品そばさんに、ありがとうございます。いや、もうこのね、店がね、紹介できて、僕はもうめちゃめちゃ嬉しいです。はい、そうです。鈴木さんが、学生時代からコアのファンでございますので。はい。僕はもう油そばが食べたくなったら、一平そばさんに行くってことが本当に多いですね。冗談抜きで、はい。確かにこの武蔵野地区は、うん、油そば非常に、まあ、名店揃いでございます。確かに確かに確かに。ちんちん亭さんってこのね、うん、油そば発祥のお店があったりとか、うん、あと、ポーカーラーメン、東小金井、あの、ここのね、油そばも言わずと知れた絶品でございまして、はい。あとは武蔵野油学会とかもございますし、うん、多いね。本当に油そばの名店ひしめく武蔵野地区なんですけども、はい、こちらの一平そばさん、なんと20年以上ね、うん、この、小金井市で長く営業されていらっしゃるということで、うん、非常に期待ができますね。はい。結構そう、お店のさ、すぐ近くに法政大学の小金井キャンパスがあって、うん、まあ、そのね、学生たちがもう足しげく通っておりまして、うん、店内にね、法政大生のね、写真とかがめちゃめちゃ飾られていて、ここまでね、学生に愛されるお店ってなかなかないんじゃないかなって僕は思いますね。場所がですね、この東小金井駅からだと歩いて15分ぐらい、やや離れた場所にはあるんですけども、まあ、それでもね、あの、通う方多いので。じゃあ、早速、はい、迎えたいと思います。はい、レッツゴー。はい、というわけで一平そばさんの前にやってまいりました。はい、もう本当にすぐ近くですね。駅からもアクセスいいですし、うん、小金井公園からも非常に近かったです。うん、早速ね、迎えたいと思います。西東京ラーメンクラブ。はい、というわけで本日は一平そばさんにお邪魔してまいりました。なんとこちらのお店、基本年中無休でございまして、しかも11時から21時までの通し営業になっておりますので、こう来たい時に食べれるという気軽さがいいなと思いました。しかも広々とした駐車スペースが10台ございますので、こう車でのアクセスも非常に便利でございます。そして店内に入りますと、オーダーは食券制でございまして、ベーシックな一平そばと植物油を使ったヘルシー一平そば、この2つが看板メニューでございます。卓上調味料はこのようになっておりまして、油そばに必須な酢やラー油、あとはマヨネーズが無料で使えるのがいいなと思いました。というわけで着丼いたしました。見てください、こちらのビジュアル。僕はね、一平そばの中に店員さんおすすめの味付け卵と貝割れをトッピングした一品になりました。鈴木くんがね、非常に頻繁に訪れているという注目度の高いお店ですので、僕も期待しながら一口目をすすってみますと、うまい。この麺がね、エッジの効いたちょっと縮れた中細麺でございまして、このもっちりつるっとした喉越しのいいタイプで、非常にクオリティの高い麺でございました。昔ながらの中華ダレにチー油がふんだんに効いておりまして、とても食べやすく、この武蔵野の油そばの中の特に食べやすい部類に入る一杯で、なんとか懐かしさと新鮮さが融合した、そんなハイブリッドな一杯でございました。そしてね、店員さんのおすすめということで頼んだ貝割れなんですけども、こちらが見た目以上になかなかいい食感でございまして、一緒にね、この一杯にアクセントを加えてくれて、みずみずしく、とてもこの武蔵野油そばの味付けと大変相性がよくね、存在感の高いトッピングになっておりました。で、ここでね、豊富な卓上調味料の中のブラックペッパーをふんだんにかけまして食べ進めていくんですが、ここでね、チャーシューがお出迎えをしてくれました。で、このチャーシューをね、一口でいただいたんですけども、非常にこれバラ肉のチャーシューでございまして、大きさは若干小ぶりながらも油が非常に甘くね、ジューシーな一枚になっておりました。で、色もややピンクがかった綺麗な色でして、これさらにデフォルトで2枚チャーシューが入っておりますので、改めてコスパの良さを感じさせてくれます。そしてね、どん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 食べ進めて中盤戦になったんですが、ここで油そばには絶対欠かせないね、ラー油と酢を入れまして、やっぱりラーメンクラブでいう鈴木くんと磯丸くんのような、それぐらいやっぱり必要不可欠な調味料でございます。で、この酢とラー油を入れることにより味に深みが出ることで、飽きのこないような一杯になりました。で、ここでお口直しで鈴木くんがよく頼むというスープをね、オーダーしました。なんとこちら60円という破格の料金でして、このわかめやネギといった具材が、噛んでしまいましたが、まあそれぐらいね、こうテンションが上がってしまうスープでございます。味付けとしては非常にあっさりしておりまして、非常にこの安心感のある優しい味わいでした。と、ここで鈴木くんが
油そばにこれマヨネーズをかけるという大胆な策で出たんですけども、鈴木さんこの相性いかがでした？いや僕実は毎回マヨネーズかけておりまして、まあ、結構ねさっきあっさりしてる一杯って言ってましたけど、もうそれとはもうね対極のお味にね変化すると言いますか、かなりこってりとしたがっつりとしたね印象の一杯になるのでめちゃめちゃおすすめです。おお、そういうことでね、僕も思いっきり味玉の一口で食べてしまうんですけども、これ非常に口の中にねこの黄身の旨味が広がりまして、このまた麺をすすりたくなってしまうようなこの相乗効果が生まれましたね。いや非常にねボリュームもちょうどよく大満足な一杯でございました。鈴木さんどうでした？いやもうねこちら武蔵野エリア近辺もたくさんで名店がございますので、もうねはっきり言うともうチェーン店にはない素晴らしさ、確実にこれがありますので素晴らしい、もうね皆さんもぜひこちら小金井市やねその他武蔵野エリアに訪れた際は、うん、油そばの名店行ってみてください。ごちそうさまでした。はい、というわけで一平そばさん行ってまいりました。とても美味しかったです。やっぱりまずね温かいですね。ものすごくいろいろお話を聞かせていただいて励みになるお言葉もいただいてね、まず温かい嬉しかったですし、でね油そばのお味の方もね非常にさっぱりとしたタイプのすっきり食べられる油そばでございます。全然くどくなくね、卓上がやっぱり非常に豊富でございましたので、まあ僕はねお酢とかラー油とか胡椒とかも定番のトッピング入れましたけども、それ以外のこうマヨネーズとか紅生姜とかね、まあ、通常だとねこう追加注文するような食べるラインみたいなのもあって、ね、自分好みの油そば作れるんじゃないでしょうか。僕すごくこのお店、はい、月1とかで行ってるんですけども、うん、何度行ってもねこんな美味しかったっけっていう感じに思える味で、うん、中盛りだとそこそこの、ね、ボリューム感もあってありましたね。本当に学生とかまあ、若い人にね受ける油そばで、ちょっとね駅から離れてるとはいえもう行く価値っていうのは存分にあるお店でした。油そば好きな方ぜひお越しいただいてはいかがでしょうか。ということでね、はい、ヤジグルマン、第8弾一平そばさん終了しましたが、はい、大恒例企画お矢島くんの眉間の数で、はい、お店をですね5段階で評価させていただくんですけども、はい、最近ね高得点がすごい出てますので、はい、いや本当にもうどんなね点が出るか今回も楽しみということで、それでは矢島くん発表をお願いいたします。はい、じゃあ眉間ポイント5ポイント満点でね評価させていただきますと、一平そばさん眉間ポイントは 4.7 眉間です。おー高い。逆にこの火を探す方がむずいね。火の打ち所がないと言いましょうか。はい、本当に味も良し、うん、温かいお店でございますし、うん、料金も非常に学生の方でも全然いただけるボリュームもありますし、ぜひ中央線沿いの方とか小金子に来られる方はぜひお越しいただいてはいかがでしょうか。はい、ということで、ヤジグルマン第8弾終了いたしました。ちょっとお知らせなんですけども、ヤジマツイッター始めたので、ぜひ概要欄にヤジマのアカウントのあれ貼ってあるんで、フォローお願いいたします。はい。まあ、そのツイッターも始めたので、ぜひリクエストとかもね、DM とかにお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。今後ともご視聴の方よろしくお願いします。チャンネル登録と高評価も忘れずによろしくお願いいたします。何回、惜しみすぎだわ、これを。